台湾のマスク生産能力の高まりにより台湾の新型コロナウイルス感染症対策本部が4月9日から国民が買えるマスクの枚数を増やしました。 対策本部の指揮官を兼務する衛生福利部の陳次中部長は9日より子ども用のマスクはこれまでの7日間5枚変えることから14日間10枚変えることに大人も7日間3枚から14日間9枚に増えると発表しました。また顔の小さい大人も9日から 子供用のマスクを買うことができるようになっています14日間10枚です健康保険局の特約薬局で買うときも健康保険カートの番号の奇数と偶数の制限を受けなくなりましたインターネットでの予約販売も大人14日間9枚子供も10枚に増えましたなお9日以降国民による 海外の中華民国籍の2親等以内の家族へのマスク郵送も解禁しました2ヶ月ごとにマスクを30枚送ることができます